カーティス・シグペンはアメリカ合衆国テキサス州ガラス出身の野球選手。右投げ右打ち。2004年6月7日にドラフト2巡目でトロントブルージェイズから指名され7月9日に契約を結んだ。プロ入り後マイナーリーグ A-9 のオーバーダブルデイズに配属され45試合に出場。打率301.7本塁が29打点。 1盗塁、オプス0.908という打撃成績を残した。また、守備面では32試合で、キャッチャーのポジションにつき、3失策、守備率、990という成績を残した。2005年は、A 級のニューハンプシャーフィッシャーキャッツと A 級のランシングラグナッツの2階級でプレー。ニューハンプシャーでは39試合に出場し、打率。 284.4本塁が15打点、オプス0.765という打撃成績と30試合のキャッチャー守備で2失策、守備率994、盗イ阻止率39%という守備成績を記録。そしてランシングでは79試合の出場で打率287.5本塁が35打点。 5投類オプス0.810という打撃成績と、60試合のキャッチャー守備で7失策、守備率、986、投類阻止率40%という守備成績を残した。2006年も前年に引き続き、2チームでプレーシラキューススカイチーフスでは13試合に出場し、打率、264.1本塁が9打点。 オプス0.681を記録。また、守備成績は13試合のキャッチャー守備で1失策、守備率990、盗塁阻止率7%だった。もう1チームはニューハンプシャーで、こちらでは87試合に出場して打率259.5本塁が36打点5盗塁、オプス0.790という打撃成績73試合の キャッチャー守備で7失策、守備率987、盗塁阻止率27%という守備成績を残した。また、同年はアリゾナフォールリーグでもプレー。フェニックスデザートドッグスで23試合に出場し、打率307.2本塁が21打点1盗塁、オプス0.892という成績を残した。2007年は、 6月6日のタンパベイデビルレイズ戦でメジャーデビューを果たした。メジャー初打席でスコット・カズミアーからヒットを放った。最終的には47試合に出場して打率238.11打点に盗塁、オプス0.581という成績を残した。また、守備面では22試合でキャッチャーの守りにつき無失策 DR、DRS0。 投類阻止率36%を記録したほか、一類種としても14試合で、守りについた。なお、同年は、シラキュースでも50試合に出場しており、こちらでは打率、285.3本塁が、20打点、1盗塁、オプス0.739という成績を残した。守備面では、キャッチャーとファースト以外に、セカンドとライトの守りにもついた。 2008年は、メジャーでは10試合の出場だったが、メジャー初本塁打を放ち、打率、176.1本塁打、1打点、オプス0.616という打撃成績を残した。守備面では、キャッチャーで9試合、ファーストで1試合で守りについた。マイナーでは、シラキュースで96試合に出場し、打率、222.3本塁打、41打点、 二盗塁、オプス0.577という成績を記録。守備面では、60試合で保守として守り、2失策、守備率99、996、盗塁阻止率16%を記録。次いで31試合でファーストを守り、4失策、守備率、985を記録。さらには、セカンドとサードの守備にもついた。2009年3月27日に、 オークランドアスレティックスへ移籍した。しかし、同年はメジャー及びマイナーでの試合出場はなく、2010年4月8日にアスレティックスからリリースされた。リリース後は、メジャー、マイナーでの試合出場は記録されておらず、2020年2月の時点では2008年を最後に試合出場がない状態が続いている。ポジションは保守で一類種としてのプレイ経験もある。 マイナー時代は二類種、三類種、外野種としてのプレイ経験もある。ありがとうございます。